わかりづらくて面白さが伝わらない漫画ってあるんですよ。あの、諸星大二郎さんあの、そう、天描画みたいな、あの、漫画を描く人がいて、で、内容はね、すごい面白いんだけどね、絵がね、見づらいのと、通りーーも入り組んでるんで、わけわかんないんですよ。で、まあ、人によっては、あの、徐々わかんないって人いますよね。 のあの面白さというのはもうその人、その作者自身の,その持ってるポテンシャルで決まるんですけど、ただ分かりやすさというのは技術で変えられるよね、みたいなことを鳥島さんって言う人なんですよ。なのあ、そう、諸星大二郎大人になって初めて分かりやすさが、あ、面白さが分かった。そう,そういう感じの人です。意味がある人はい、はい、その、堀井雄二さん、堀祐二さんと鳥島さんの東京 FM の話を読んでください。でね、ジョジョはね、 集英者が出してるアプリで、あの第一章が無料で読めて、あと第三章の一巻も無料で読めるのかな？でもし、徐々に興味がある人は、カラー版がそれで見れるので、読んでみるといいんじゃないでしょうか。